世界数少ない100億人からこの皆さんおはようございます。荒尾西です。おはようございます、はい、今7時45ぐらいかな、はい、はい、いつも11時ぐらいに起きると生活でしたが、はい、今日は7時半前には起きてて、はい、ちょっと眠いっすね。眠いよ。眠いしさ、うん、今日寒くないかい。今日寒いっすね、うん、やってもなく寒い。今年一番寒いと思ったかもしれないですね、うん、はい、体の芯から冷えるよ。生きてるって実感しますね。実感しますね。生きてるって不思議。生きてるって何？それ何？それが何？それが何？ちょっと間違えたけどさ、はい、あのあれいたじゃん、あのほら名倉健とグサのやつ。はいはいはい。生きてるってなんだろう。生きてるって不思議だっすね。そうそう。水曜日やったやつね。そうそうそう。はい、水中だ、水中。水中水中。懐かしいな。そんだけ。はい。今日は6月強い日に向かってます。高速です。はい。はい。で、今日は全国的にねエヴァが入るみたいですね。ですね。はい。エヴァとあとバジリスク。うん。ね。スロットは撤去されちゃったけど、はいはい、パチンコで復活というね。なるほどね、はい、スロットテイストらしいですよ、演出が。スロット打たないでよくわからないですけど、僕は。まあそうだな。まあ、両方とも小当たりらしい気があるんでね、右打ちランプ狙える可能性が多分あると思うので。うん、そこだよね。合ってますよね。ちょっと待って待って、小当たり見てください。はい、エヴァがね、超覚醒がね、やたら通常時右打ちとブーブーうるさかったんで、ちょっとどんな感じになってるのかなっていうのをちょっと見たいなっていうのはありますね。確かにね。はい、じゃあ行きますか。行ってきますっていうか行ってます。行ってます。はい、です。はい、どうも。どうも、はい、12月16日の結果報告していきます。まーす。はい、はい、今日はね、6日に行ってね、6月強いっていうお店に行ったわけではございますね。はい、はい、で、朝並んで、うん、もう僕らね、30分前に着くように行って、うん、あ、抽選受けれるのかなと思ったら、うん、なんか前日までに結構なんか抽選券配ってて、そうそうそう、それを受け取れないとダメですよと。はい、そんな感じ。一般入場になりますよと言われたんですよね。言ってましたね。はい、うん、でそこで僕はね、おい聞いてないぞそんなのって店員さんに、まあ、言わなかったんですけど。だよね、うんうん、見てないその姿。あ、そうですかっていう感じでね。はい、一般の場合はどうしたらいいんですかってすごい丁寧に聞いてました。こんな気性の荒いやつじゃないんですけど。そんな度胸はないんですよ。やめてくれ。キャラが崩れるか。いいやつ。破天荒に言ってるんですか。破天荒。破天荒の場面なんか一つもない。みみちいやつですか。いやいやいや。小技ばっか使ってる。言い方、言い方。あ、そうか。っていうことでね、まあ、あんまり早く行った時期なかったんですけど。まあね。でね、前に300人ぐらいかな、まあ、パチンコで言うと100人ぐらい、うん、並んでてね、うん、はい、まあ刑事となんだ、無双は、まあ、埋まってて、うん、全く選べる状況じゃなくて、うん、ね、狙ってたんですけど、うん、はい、残ってる台から選択していったわけですね。うん、ですね、はい、で最初ね、海我々打ってたんですね。そう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 、うん、仁さんが199の桜ですね、はい、はい、で、西村さんと僕が太鼓海、アマレジね、うん、打って、うん、まあ、そこまでの回転数だったんですね、うんうんうん、あの選択は多分間違えましたね、うん、あれはちょっと違ったね。いきなりアマレジ、そう、いきなりアマレジと逃げるのも、うん、ちょっと弱気だった、そうだね、
ちょっとね、そう、まあね、他の台を空いてるなって気づいたんですよ。そうなんです、ね、そうで、北斗8がね、まあ何台ぐらい入ってる店、40台ぐらい多分入ってる店ですよね。入ってるね、で、40台中3台僕打てるなと思ったら、取ったんですよ、3人いたんで、で、なるべく横並びしたいんですけど、まあ今日に限っては僕は結構バラバラで撮ったんですよね。そうだから調整がね結構ね、開け閉めしっかりしてしっかりする分かりやすかったですよね。ね、僕でも分かるぐらい分かりやすかったですね。もうほんまね、あの閉め全体とかじゃなくてね、そう、まあ閉めて閉めて開けて閉め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 て開けてみたいな、そう、結構閉まることに調整する店がまあ多いんですけど、分かりやすかったな、普通に言ってて、多分上手だね、あれね、おそらくね、だからちゃんと取り分けれるのかね、ちょっとあの頃は違うんですけど、まあまあ、分かる、はい、何を上手かによるんですけど、まあでも分かりやすいですね、分かりやすい、はい、で、ね、僕はね、その後ね、海のね、あのなんだっけ、ジャパン2か、設定2段階に移ったんですよね、で、回転数が、いくつだっけ24近くあったんですよね。まあ、多分入り設定は入れてないと思うんですけど、ちょっとですね、回転数がすぐ出ないけど、まあ24ぐらいだと思います。だからね、結構いい台だったんですよね。まあ、24だ、そう、だから打ち切れるっちゃ打ち切れるんですけど、まあ、ちょっとさらに高みを目指したく、北斗8の最初の3台の中でも、1台が僕が特にいいなと思った角煮のね、1台が、もしかしたらね、おばちゃんが言ってたんで、絶対釘とか読んでないおばちゃんが言ってたので、ワンチャン開くかなと思って、開いたんでね、どうしようかなと思ったんですけど、やっぱりね、40台ぐらい入ってるので、自分が北斗との島にいることによって身内ランプも狙えるので、だから結構ね、海に行っちゃうとずっと台にへばりついて打ってなきゃいけない、そうね、じゃないですか、で、北斗との島行って、回転数が 28.2 回あったんですよね。最高やね、1万個計算で 28.2 回ですね、だから結果的には移動して大正解、大正解だったね、本当にね、だったと選択をしたと思います。大抵なんか失敗し、もっとね、その機械値まんまのところで打っておけばよかったなって思うことが多いんですけど、良かったと思いますね。良かったね、はい、素晴らしいと思います。ナイス選択でした。うん、西村さんは、劣化打ったんですよね。劣化打ちました。劣化楽しかったよ。まあ、劣化を僕打ったのも、釘開いてたんですよね。釘が、まあ、そこそこ開いてました。釘じゃない、へそがそこそこ開いてました。ジャンプ釘がちょっとプラスで上向いてたんです。で、あとワープも開けてたんですよね。でも鎧はちょっとマイナスだったんですけど、まあ、結構プラス要素あんなと思って座ってみたんですよね。その結果、4万円分か、4万円分だから、これ1万発か、1万発で、23.4 とかかな、確かに。とかぼだはいくつか、は、19.1 発、19.7 とか、そのぐらい、まあ20ぐらい。最初なんか18とかなんか言ったら、あれになるけど。あれ違った。多分1個前の劣化見てた。心配しました。劣化3ですね。今回だった。で、まあそこそこだなと思ってて、ボーナス入った時に、あのひねりすげえ効くんですね、あれね。すげえっていうか、40% ぐらい。聞くんですよ。ただまああれ小当たり機でへそ優先でね、消化されちゃうから、左にこぼしすぎちゃうと、もうね、へそをして大変なことになっちゃうから、その台は埋まっちゃうとね、とんでもないことになっちゃうから、もう本当にね、気をつけながら打ったんですけど、それでも 40% ですか。でも 40%。 まあレベル上がってるんで、腕はすごいですね、自負してますけど、まあそれぐらい増えたんですよね。良かったですよ、すごく。で、あと、なんだろうな、あと右、通用時の電柱か、あの電柱8とかさ、あと、まあ、ハイフリとか、いろいろあると思うけど、まあ7、8分かるでしょ、あいつら。でも劣化多分、もっと早いんですよ。
通常で電柱ショック、うんうん、だからなんかバカみたいに回るんですね、うん、まあそれで結果まあ多分 23.4 っていう数字になったと思うんですけどね。はいはいはい、なるほどね。うん、だからめちゃくちゃ良かったっすね。だからねそれなんか途中、うん、右の保留で当たったけど、うんうん、データランプもかなんかカットされねえし、うん、当たりねえんじゃねえかみたいな、そう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 騒ぎましたけど、うん、めっちゃ心配になったあれ、うん、あれは本当に当たるんですか。あれは当たります。ちゃんと今日当たりました。当たりました。ちゃんと電話も切ったってことですよね。電池で取って、うん、あの変なちょっと待ってくれみたいなって、うん、そう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 、だからしばらくお待ちくださいって女の子こうやってやってたけど、うん、あの画面で止まるのね、ずっと30秒から2分ぐらい、うん、保留によって変わるのね、うん、あれ。まあなんかプロ君の大チャンス中みたいな感じですね。うん、なんかそんな感じ、うんうんうん、なんかなんかまばらな感じでなんか時間を止めてくれるんだけど、はい、その後急に右打ちしてくれって始まって、うん、10番もゲットしたと、うん、あそういうような流れでしたね。ちゃんと抽選してくれてると、うんうん、いう話でした。しかも右の方が振り分けもいいっすよね。めちゃくちゃいい、うん、はずだよ、うんうん、まあ、格言が 70% 飛びずにの方がね、電柱の方が、はい、70%、 へその方は各辺に入るのが 50%、 うんうんうん、へそが、3ラウンド4ラウンド通常と10ラウンド各辺、はい、ラッシュ付きで電柱が、70% 各辺のうち、ね、35% が10ラウンド各辺、はい、みたいな感じ、まあ、全部言うと長くなっちゃうから振り分けいいというか、振り分けいいんです、うん。しかもね、まあ北斗8だと、うん、まあ、分かんないですけど、まあ、5個とか7個、6、5個、6個、7個ぐらい打って電柱1個入るぐらいだけど、うん、まあ、僕もちょっと打ったんですけど、劣化、うん、ちょっと、ほんとちょっとですよ、うん、ほぼね、うん、出玉右に打って落ちないですね、ちゃんと、うん、ね、ちゃんと2分の1、3分の2ぐらい入りますね、多分ぐらい入ると思う、うん、3発って綺麗に3発入るときが多いから。そうですね、うん、だからリスクも少なく止めれるっていうのは、うん、かなりの今後のメダル機種を見つけたんじゃないでしょうか、うん、ええ、うん、僕もそう思います。まあ、気をつけなきゃいけないのが、うん、うるさい、あれ、あれね、多分4個なのかな、4個ポン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 って連続で入ると、うん、ドア開けたときぐらいの警告音が鳴ります。まあまあそこら辺はね、僕ね、俺なんでなんだ、なんでなんだ、なんで嘘になってんだっていうね、顔の顔ぐらいじゃ僕うまいんで、ってやっていけば大丈夫ですね。全然そこっても、アホな顔してもいいですよ、ほら、そう、って感じしてくれるわけですね、そこは、はい、もしくは、はい、なんかビービーになって、はってびっくりしてキョロキョロして店員呼ぼうかなってふりして、あ、止まったよってことを打つ、うん、これでもいいです、うんうんうん、どっちかっす、ね、はい、驚き戸惑うかアホな顔するか、あとは自分のパーキンソン病という設定にしといて、ぶっハズルが勝手に埋まっちゃうんですみたいな、どれか振動でです、ちょっとマイケル、マイケル J フォックス同じ病気なんですよ、マイケル J やってれば、はい、大丈夫です。すごい失礼、はい、あ、じゃあ問題ですね、うん、問題ないです、はい、そうです。皆さん体が勝手に動いちゃうんですよ、すいません、ガク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 もうパチンコやめろ、そいつマジでだから大丈夫だ、ね、これ絶対またバットつくじゃん、そいつペロキの人をいじるようなね、よくない、そういうのねえ、そういうのよくないよ、本当に俺が言ったみたいになってるけどさ、もう実名まで出したのお前だからね、もういいよね、いい子は真似しててください、はいはい、ね、あのね、本当に おとなしくちょびちょびってやってる、はい、やってください、はい、そうですね、はい、はい、うん、明日は、あ、今日の結構言いましたっけ、言ってねえよ、いつもあと思っちゃうね、ね、はい、プラス3万4000円、2人で、おー、うん、いいですね、いやー、期待値的にはもっと全然あったけどね、あったと思う、あった、あー、みんなも結構あったんじゃないの、あれ、うん、まあでも、
うん、まあプラスになったらよかったですね。うん、はい。ことがね。はい。じいさんはどうだったんですか、まあさらっと。今日僕は北斗8行って、25.3 回転。あ、まあ、どこかで十分でしょ。十分、十分。で、今日も勝ちました。勝った、今日も勝ちまくってますね。勝ちました。ずっと勝ってる。勝ったなー。勝ったなー。へこんだのが1回ぐらいじゃないですか、だって。そうっすよね。マイナス5万円の時ですね。そうそう、来て15万ぐらい収支作ったんですよね、これ来てね、多分。でも今日はですよ、6000円です。6000円。いや、プラスになること大事ですから。大事ですね。そうっすよ。よかった。負けないことが大事、うん、負けないことは、そうっす、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じることも大事です。そうっす。聞いたことある、それ辛子の言葉だったんだ。すごいいいからね。はい、すごくね。運じゃないよ。はい、はい、はい、うん、ということで、はい、まあ、神奈川はね、思ったんですけど、やっぱりね、投下交換が多くて、うん、僕が今まで結構やってきた、まあ、ジグマスタイルっていうのか分からんですけど、まあ、うん、一つの店っていうよりは、特定日に移動して移動してっていうのを、うん、がいいみたいですね。そんな感じだね、なんかね。そうね、だから、より地域に合わせた立ち回りをね、うん、していくのが大事だと思います。はい、はい、感じで明日もその、特定ビルを、はい、受けて来ていこうと思いますんで、はい、はい、早く見ないといけないですね。そうですね。ですね。明日が最後の稼働。うん。明後日でしょ。いや、稼働は明日でしょ。して稼働は明日が終わりで、うん、明後日も稼働してと。はい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 、はい、じゃあ、じゃあ明日、はい、バイバイ。バイバイ。最後です。